車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドボディから進捗をお伝えいたします。というか今回は自撮りでお届けしたいと思います。みんな忙しいんで人が全然足りておりません。というわけで動画手伝ってくれる方、ボンドボディ、メガニック、塗装もう大々的に募集しております。というわけでリクルート欄もぜひチェックしてみてください。動画の最初に求人をぶっ込みましたが元気にお伝えしたいと思います。さあ、というわけで早速この新型レンジローバーフルマンソリー、前回お伝えしたお車ですね、こちらの進捗をお伝えしたいと思います。こんな感じで、全然変わっておりません。というのは冗談で、エアロの取り付けの前にこのプロテクションフィルム、やっぱり純正マットカラーで手入れが大変なんで、もうそれを事前にガードしようということでプロテクションフィルムの施工に入ってました。でこれボンネットは交換になるんで、これ貼ってない状態で、これフェンダーだったりとかドアだったりとかをもう全部施工済みでございます。分かりますでしょうか。これ絶妙にここにラインが切れ目が入っていると思うんですけど、こんな感じでドアとかフェンダーとかは全部施工済みです。多分これ言われないと分からないレベル、こんな感じです。はい、というわけで、質感を変えずにプロテクションフィルムの施工が可能です。これステルスフィルムって言って、もう何回も動画でも紹介してるんですけど、このマットのプロテクションフィルムなので、最近純正カラーでもマットフィルム、純正カラーでもマットカラー多いんで、そういった方には非常におすすめです。そしてですね、このボンネットとのあんまり質感の違いのなさ、もちろんこの上面と横面で光の当たり方は違いますけど、質感を変えずに施工することができるというわけで、エアロで交換されない部分は全部プロテクションフィルムが施工されております。そして一見このノーマルに見える状態なんですけれども、そのプロテクションフィルム施工中にエアロパーツは塗装が済んで、こんな感じで仮付けされております。というわけでこのぐらいワイドになっちゃいます。レンジローバーのつるんとしたボディがなんとどんぐらいだろう、3センチ4センチぐらいワイドになると、これえぐくないですか。で前後にこのダクトがつくと、でその関係で一応サイドスカートなんかももう外されております。この辺はもっと大きいごっついのがついちゃいます。というわけでこんな感じで、でリアなんかに関してはまだ合わせてないというわけで全部ノーマルの状態ですけど、着々と作業が進んでおります。さあ、そしてこちらがもうペイントが終わったパーツたちですね。先ほど見ていただいた仮付けされたフェンダー、これリアかなだったりだとか反対側だったりがこんな感じで、これちょっと調色の難易度だったりはこの後塗装職人高橋さんに聞いてみたいと思います。綺麗に塗られております。で裏側当然見ていただければ全部ドライカーボンなんで、こんな感じで、なんでよくある樹脂とかプラスチック系のエアロパーツにある歪みがほとんどないんですよね。やっぱり結構樹脂系プラスチック系のエアロパーツだとこううねうねうねってこう表面がしちゃってますけど、もうドライカーボンなんでそういったことがマンソリーの場合ないと。ただめちゃくちゃ高いですけどね。そしてリアのバンパー下側もクリアが入って、基本的には結構いいエアロパーツなんかだと、もう届いた時点でカーボンの樹脂で割とそのまま付けられるぐらいのクオリティのものもあるんですけど、基本的にボンドボディはそういった中でもやっぱりこう巣穴だったりちっちゃい、そういったものもありますし、あとはこのカーボンの樹脂だけだと耐久性に欠けるんで、全てクリアを塗って表面を全部研いでから再度取り付けをすると。なのでカーボンパーツもちゃんと手を加えて耐久性高めてクオリティ高めて取り付けをしております。そしたら塗装職人高橋さんにこのレンジの塗装についてちょっと聞いてみたいと思います。難易度的にはめちゃくちゃ高いです。高いんですか。やっぱり高いです。これなんかちょっと変わった色が入ってるなってちょっとパッと見から分かるんですけど、普通シルバーに色を混ぜたりとか、パールを混ぜたりとかで黄色を出していくんですけど、こちらの色は、着色メタリック、メタリックにもともと色がコーティングされてる、そんなメタリックある、そういうメタリックあるんですよね。それが使われてます。じゃあそれって別に取って用意したってことですか。あ、違います。もともとあります。はい。だそれ使い方が難しい。そうですね、ちょっとやらしいです。あとはマット具合と難しいです。その辺の加減が難しい。はい。じゃあもうオートサロンでもう穴が開くぐらい見ていただければそうですね、はい、高橋クオリティが確認できるとはい、はい、というわけでそんな塗装の秘密がありました。ありがとうございます。はい。
というわけで、この塗装も1回塗って合わせるのもそうなんですけど、ちゃんとステルスフィルムを貼って再度確認すると。原車はもうステルス貼ってあるんで、はい、あ、ステルス貼ってある状態に合わせてあると。そうです。つい5分前ぐらいに、あの、貼ってあっても貼ってなくてもステルスフィルムほぼ分かんないですって言ったんですけど逆あ、そうですね、そうですね、やっぱり塗装職人に急になるとこの辺の違いもちゃんと確認して走ると。はい、まあ、オートサロンまでもう少し時間あるんで、制作もう少しかかりそうなんで、次回は完成した状態かなってお届けすると思います。お楽しみに。